伝説のオイル新発売、待望のクラシックカー専用オイル新登場、熱に強い、耐久性耐摩耗性抜群、クラシックカーファン待望のシングルグレード2種類、マルチグレード1種類が登場。ガルフレトロ。皆さんこんばんは。ノスタルジック TV ツアーの方、今日は2月15日ですね。早々2月も半分以上終わりまして、今月はね1日多いんですけどね、1日多いんですが、2月はやっぱりなんか時間の流れが早いですね。そこに来ましてですね、ポカポカと、特に昨日今日ね、暖かいですね。ここ松本でもね、15度なんていう、気温が予想されてまして、もうこれすっかりもう春の装いですね。空気もすっかりなんか甘いね、春の匂いになってまいりまして、いよいよ春ですね。さあ春となるとね、さあ春となるとですよ、皆さんね、このコロナの3年間ね、よくみんな頑張りました。さあ外に飛び出してイベントに出かけて、車やバイクのね、生活を十分楽しんでいただきたいと思います。そういう中ではですね、まずはね、5月の4日5日に開催されますガルフ長野ノスタルジックカーフェスティバル、おかげさまでね、好評です。特にですね、このですね、これですね、劇中車の世界展、もうすみません、すでにね50台どころじゃなくてですね、大幅に超過してますので、審査をさせていただきます。そして山田賢治さんのね、フェラーリの木製模型のね展示会、この2つはね本当に見逃せないと思います。はい。それではね、今年のガルフ長野のスタジックカーフェスティバル、はい、まとめてみました。はい、お願いします。はい、いよいよですね、参加者がね、だんだん増えてまいりました。第19回、長野ノスタルジックカーフェスティバル、ガルフ、長野ノスタルジックカーフェスティバル2024ですね。いよいよ19回目となりました。19回目やりました。5月の4日5日2日間ですね、長野オリンピックのスピードスケート会場をメイン会場に、
400台の車やバイクが集まります。日本で最大規模ですね。そしてですね、いつもねお褒めをいただくことはですね、長野に集まる皆さんの車は大変に綺麗で素晴らしいねと、それをいつもいろんな方に言われます。そしてですね、今年からはですね、テーマを決めました。これはですね、今の時代こそ大きな声で言いたい、ノーエンジンノーライフ、ノーエンジンノーライフ、エンジンのない人生なんて、という皆さんのね、お気持ちを表現いたしました。お天気もいい5月の連休、ぜひ長野ですね。そして特別展はですね、劇中車の世界展、多分日本で初めて行われます、コミックやテレビや映画や中に出てきました車たちを一堂に50台集めまして、展示いたします。大変懐かしい車たちです。これもね、大きな目玉になりますね。そして、もう一つの特別展はですね、山田健二さん、フェラーリのね木製模型ですね。これも日本の第一人者ですね、山田さん。この山田さんの木製模型を展示いたします。またね、山田さんは、絵画も非常に素晴らしい絵を描きになりますので、こちらの絵も展示をさせていただきます。山田さんのね、人生集大成とも言える、山田健二のフェラーリ木製模型展示会、これはね本当見逃せないと思います。劇中車の世界展と、そして山田健二さんのフェラーリの木製模型展示会、これが2大、特別展となります。ぜひ5月4日5日は長野 MA 部に皆さんどうぞお越しください。お待ちしております。そしてですね、去年からスタートいたしました、車の就活ですね。車の就活って何かっていうと、私どもね、生身の人間です。いつ何あるかわかりません。そして私ね、このイベント、古い車のイベント35年間やってくる中で、もういろんな状況を見てまいりました。ものすごいコレクターの方のですね、コレクションがですね、もう紙くずのように捨てられたりですね、売られたりすることがあったり、もしくはですね、やっぱり有名なね、やっぱりコレクションを持ってらっしゃる方の、ご家族の方がね、本当に理解がないためにですね、全部廃車して捨てちゃったとかですね、もういろんな話があります。これをね、なんとかね、助けていきたいと。いうことを考えまして、こんなことを考えております。はい、お願いします。そしてですね、今回からですね、スタートいたします、愛車の就活というですね、あなたの愛する車たちの就活はどうするのかと、もしもね、あなたに何かがあったとき、まあこれはね、人間ですから何があるか分かりません。どうなるか分かりません。突然かもしれません。私だって分かりません。もう75歳ですから、何があってもおかしくない年です。その時に、私どもがね、愛してやまない車やバイクたちは一体どうなるんだろうかということを考えまして、元気なうちに、そして体が動けるうちに、なんとか、車やバイクをですね、もしものことがあった時に、就活するという方法を考えておくべきではないかということで、そういうシステムを作り上げました。名前はですね、フォーエバーファミリーという名前で、将来の家族のためにということで、フォーエバーファミリーという名前を付けました。あなたの愛車の就活を、私どもノスタルジックカフェスティバル実行委員会、
ノスタルジッカ TV ツアーの方、総力を挙げまして、事前にですね、愛車の就活を お引き受けいたします。そして、旧車を知り尽くしたですね、専門家たちの信頼と実績をベースにして、就活をシステマチックに、事前に、対応させていただきます。そして、もしも何かあった時にはですね、就活、車の就活をお引き受けいたしますという、そんなシステムをスタートいたしました。ぜひですね、もう皆さん、真剣にお考えをいただきたいと思います。はい、それではね、今日のメインアイテムですね。まあ、今日のメインアイテムはですね、今日ですね、最終回になりますけど、クイックトレーディングさんね、寺島社長の、水没ランチャーデルタのね、レストア復活大作戦。これね、すごいですね。寺島社長の執念で、復活いたしました。はい、どうぞお願いします。こんばんは。今回は水没ランチャーデルタ復活大作戦の4回目です。ここではクイックトレーディング様からお借りしたムービーをそのままご覧いただきます。ですね、メーターとか、あ、ウインカーだ、パーツが、あ、コイルとか、まだまだこれもバラバラになってるメーターが、あ、内装はね、ほぼ出来上がる、まあでも配線がまだこんな状態だから、これもダメだな。一応合わせただけで色がこっちとこっちと違う。これを揃えてあげないとダメだこれ。こっちがシルバーでこっちが黒じゃね、シャレにならないもんね。まあねえ、これでボツにしちゃうのはかわいそうだもんね。左。
ましょう。よいしょ、重いな。もうちょっと左へ、あ、そのままで、そのままで、もうちょっと来てください。はい、戻って、真っ直ぐです。真ん中にね、はい、もうちょい、もうちょい、もうちょっと、はい、戻って、まっすぐに、はい、はい、はい、まっすぐ、おらん、なとっかな、はい、OK です。どう、入った、入った、はい、うん、うん、はい、よかった、よかった。いかがでしたでしょうか。今月車検を取るための準備が急ピッチで進められています。どうも、田島社長ありがとうございました。ひょっとするとね、ガルフ長野のスタルジックカーフェスティバルにも登場されるかもしれませんのでね、どうぞ皆さんご期待いただきたいと思います。はい、そしてですね、このところね、好評のバイク話題ですね。今日はね、またもうちょっとまた違ったところからね、深くね、掘り込んでいきましょう。中車ミュージアム F6 さんのですね、訪問記、私の訪問記ですが、今日は、目黒編ですね。最近、力を入れてらっしゃいます目黒について、特に目黒 SGT ですね。これ非常に少ないです。非常に希少です。私も長く持っておりましたけど、ついつい交換しちゃいましたけど、非常にね、デザインとカラーリング素晴らしいです。この目黒 SGT を取り上げました。はい、どうぞお願いします。今日はですね、広島県福山市の、旧車ミュージアム F6 さんお邪魔しました。1年ぶりです。バイクも随分ね増えました。ね、このもう並び方いいですね。ちょうど私の青春時代のバイクがいっぱい並んでおります。しかもですね、ここに並んでるバイクがもうコレクターズアイテムももちろんいっぱいあるんですけど、コレクターズアイテムから外れたと言いますかね、まあ不人気だったというバイクもいっぱいありますからね。ここはすごいですよ。これだけのバイクが集まっているところは、まあ私が知るところでは今までないと思います。これはすごいです。こちらが比較的目黒の S8、はいはい、早くできたので展示していますが、はい、実はまだこの辺のハンドル周りとか正規のものはまだ作れてません。はい、なので後ほど取り付ければ予定です。これは
黒じゃなくて紺なんで濃紺なんですね。そうなんですね。黒一色ではね面白くないし、はい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 、黒タンクを集める意思はもともとなかったもんですから、ちょっとまあシャレっ気で少し色をつけてみました。はい、はい、その加藤さん的にその目黒のシリーズ何代かやられて、はい、その目黒の進化とかいうのは感じられますか？あ、やっぱり一代一代や 年数が一からげにこうするような感じになりますけど、実は結構な年数の間にできているものとか、最初の S2 が1954年ぐらいだったと思います。でそれから後 YA1、 ヤマハの YA1 と同年代ですから、はいはい、それは比べたらやっぱり S2 の方が随分こう、ま、完成されたオートバイのような気がします。完成されてる。でそれから、まあ、私もそんなににわか知識なのでよく分かりませんが、それからあと S2、S3、 それから、4がよく分かりませんが5、それから4って あるんですかね。4あるような話は聞いたことがあるんですけど、見たことがありません。あと5とか6がよく分からない。あと7、はい、そう、6分からない、はい、7、8ですよね、はい、それから8ですね。でもそれで S 字になっちゃいますもんね。明らかに違うのは、7からはセルがついてますね。あ、そうですね、はい、非常になんか、はい、いい加減なセルの付け方ですけど、そうですね、もう取ってつけたようなこのこれそう、取ってつけたこれですもんね。久々に言い渡しますね。ツーサイクルらしい音です。当時はこんな音でも平気だったんですね。そうだね、今こんなことやったら捕まっちゃいますよね。朝出にくいですよね。いや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 、ありがとうございました。それではコマーシャルご覧ください。
い、コマーシャルご覧いただきました。ありがとうございました。それではですね、今週もね、好評の和歌山県の古市さんのガレージですね。古市さんのガレージいいですね。まあ、ゼロから作られたわけじゃないんでしょうけど、まあ、使われてなかったね、果樹園の倉庫を綺麗に改装されました。センスもいいですね。今日はね、古市さんのインタビューも交えてお送りいたします。はい、どうぞお願いします。松田の古市さん的に一番の魅力ってどの辺でしょうね。やはり 前回も言ったんですけども、うん、人と被らない、乗ってないっていうのが一番、はい、大きいかなと思います。だけどやはり今も、まあ、松田君も売れてると思うんですけど、まあ、デザインがすごく昔からこう個性的で、綺麗、ラインも綺麗かなって思うし、まあ、お金がかかってる、見えないところ、うん、まあ、そういった部分で、まあ、マツダの車が好きです。はい、真面目なことメーカーですね。そうですね、本当にこう車作りに真面目っていう形で、うん、まあまあいろいろありますけど、まあ、そういったものづくり、うん、まあ、ロータリーも今はね、復活っていうのまた復活するかもしれないと、しないという話になってますけど、うん、はいはい、それも、MX30 に、ロータリー積んだじゃないですか。やっぱり陰で作ってたというところもありますので、うん、はい、まあ、そういったところのとこが好きですね。はい、今ちょっとお聞きしたんですけど、その一番その松田車で印象に残ってるのはやっぱりこのルーチェだと、はい、いうことルーチェは新車で買われた。はい、そうです。買ってもらった。
買ってもらいました。いいですね。買ってもらってどのぐらい乗ってたんですか。3年ぐらいでしたね。ああ、はい、ルーチェの次は何人だったんですか。ファミリアになりました。ファミリア、ルーチェからファミリア、はい、それなんかちょっとすごい話ですね。それはど結果どういうことなんですか。やっぱ小さい車、理由があるんですけど結婚したんですよ。あ、そういうことですか、はい、あ、それで一気に経済的にレベルが下がっちゃったと。そうです。ああ、ご家族の要望だったと。要望じゃないですけど、自分としても、まあ、ランニングコストとか、そうですね、いろいろやっぱり、はいはいはい、燃費も悪いですねこれ、このまあルーチェ、まあ、当時としたら高級車ですよね。そうですね、はい、松田ですればね、松田の一番高級車ですよね。その当時にロードペーサーっていう、あ、ロードペーサー、はい、あ、ロードペーサーありましたか、まあ、あれは輸入車みたいなもんだからね。そうですね、松田はエンジンの提供だけで、もうあれはアメ車ですから、まあ、本来の松田っていうともうルーチェが一番かな。はい、もう日本を代表する松田のエンスジャストですけど、今後例えば古市さんね、こんな車が入ったら、こんな車が入ったらやってみたいなって車なんですか。手に入ったら、手に入った、程度が良かったら、程度が良かったら、まずそうですね、 X508 ファミリアですね。あ、ファミリア、はいはい、まあ、すごいホイールキャップ置いてるんですけど、はいはい、真ん中のもうホイールキャップ用意してあると。そうですね。用意してある、はい、もういつでもホイールキャップだけは用意してあるから、あとは本体が来ればいいってことですか。本体ないですね。あ、絶対ないですね。はい、まあ、あの松田のファンとしての結構ね、長い人生の中で松田のファンとしての部分が大きかったと思うんですけど、はい、まあ、今後の松田に期待するものって何でしょうかね。そうですね、今いろいろ不正とかああいった形がある中で、やはり車作りを真面目にやっぱやってもらうっていうのと、やはり、まあ、変わらずにこう今までと変わらずにこう車作りに本当にこう環境にもよくやっていただけたらなって思ってます。はい、今日はですね、岡山県の古市さんをお立ちしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。はい、古市さん、ありがとうございました。そしてですね、続きましてはですね、みくちゃん1984さんですね。みくちゃん1984さんが今日はですね、なんとなんとね、先日ね、高木さんもご紹介いただきましたけど、日産クロッシングで、展示された車たちの模様をね、レポートしていただきます。特にね、このね、日産ベイビーですね。日産ベイビー多分見たことない人多いと思いますね。これは非常に珍しいね、愛知海工業が作りました、コニーグッピーをね、コニーグッピーをベースに、子供遊園地用に作られたという車です。はい、どうぞご覧ください。
はい、どうもみきちゃんありがとうございました。はい、続きましてもね、女性陣ですね。続きましてもね、ニュージーランドにね、お住まいの、みちこさんがですね、日本に一時帰国された際にね、なんか一駅しか離れてないという、実家から一駅しか離れてないという、松田ミュージアムにね、行ってレポートしてくれました。松田ミュージアム、私しばらく本当に行ったことね、もう何十年も前しか行ったことないんですが、まだミュージアムと名前がついてない頃しか行ったことないんですけど、立派になりましたね。松田はやっぱりね、やっぱり歴史がありますのでね、松田大好きなね、みつこさんのレポートです。はい、どうぞお願いします。今回も2023年12月に訪れた松田ミュージアムの続きをお伝えします。松田ミュージアムは無料で見学できます。見学者ははじめに日本語か英語の案内パンフレットをいただけます。工業で世界へ貢献するという松田のものづくり精神の原点である黎明期の車から始まり、幾多の困難を乗り越えてきた松田の歴史を各時代を代表する車で見て回ることができます。1989年に誕生したロードスターは2019年に30周年を記念してレーシングオレンジのボディカラー車が限定車として発売されました。この色は夜明け、そして朝日をイメージしているそうです。シャイさんがオープンカーについて詳しく説明してくださいました。ロードスターは平和を意味しています。その理由はオープンカーで駐車していても盗難に遭うことがない、これは平和という証拠ですと。そしてオープンカーで運転していても頭上にミサイルが飛んでくることもなく、頭上を覆うものがなくても安心して乗れる、これこそ平和なんだと。ロードスターを運転できるということは平和を意味することなんですと強くおっしゃっていたのがとても印象に残りました。1990年代初めに高性能高品質をうたう新型フラッグシップセダン用として開発された排気量 4000cc の V 型12気筒エンジンが展示されていました。それまで6気筒エンジンが最大だったマツダにとって12気筒エンジンの開発は大きな挑戦でした。基本構造は V 型6気筒エンジンを2機つなげた型破りなもので、発進時から高速走行時に至るまでライバルに想定した世界中の高級セダンを圧倒する動力性能を目指して開発が続けられました。しかし折やしくバブル景気の後退によって新型車の開発は中止となり、幻のエンジンとなりましたが、マツダの挑戦の証として大切に保存されています。マツダミュージアムのモータースポーツコーナーでは、先週お伝えしたファミリアロータリークーペとサバンナ RX7 の他に、ル・マン24時間レース出場者を見ることができます。マツダスピードが1981年にル・マンに挑戦するために制作したのがマツダ RX7-253 で、ミュージアムに展示されているマツダ RX7-254 はマツダ RX7-253 を進化させたものです。この83号車は
1982年に82号車とともにル・マンに参戦しました。83号車はリタイアしてしまいましたが、82号車の方は総合14位でル・マンを完走しました。1984年のレースを最後に83号車は行方不明となっていたのが、約35年ぶりに発見され、徹底的にレストアされてミュージアムに展示されていました。そして1991年のル・マン24時間レースで日本車として初優勝を果たしたことで有名なマツダ 787B も展示されていました。ル・マンの優勝トロフィーも見ることができます。それではまた続きをお伝えします。みちこさん、どうもありがとうございました。はい、最後にね、今日なりますけど、日本でですね、一番開催回数が多いと、言われております桜モーニングクルーズですね。まあ、この桜モーニングはですね、まあ、高木さんのお箱の分野なんですが、今日はですね、ちょっとね、様変わりしましてですね、高木さんが、オーナーさんにね、インタビューをしていただきましたんで、ご覧いただきたいと思います。はい、どうぞお願いします。こんばんは。今回は132回目の桜モーニングクルーズからキャロルでお越しの千葉さんにお話を伺うことができました。おはようございます。おはようございます。千葉さん、この、 キャロルを拝見して思わず寄ってきたんですけども、キャロルをお乗りになったいきさつ、簡単にご説明いただければありがたいんですけど。あ、そうですね、このキャロルは平成6年ぐらいからずっと納屋で寝てたやつなんですけど、はい、まあ、そろそろちょっと動いている姿を見たいっていうおじいちゃんがそういう話ありまして、で自分でちょっとなんとか動かすようにして今日乗ってきた次第です。ああ、そうです。平成6年から乗ってないんですね。そうですね。ああ、じゃあ、これを再生するまで相当時間とご苦労があったと思いますが、その辺のご苦労は お伺いできますか。そうですね、苦労というか、例えばマスターシリンダーから、まあ、ブレーキなりクラッチなりずっとパイプ流れてますけど、オイルが完全に固着してまして、水道管工事みたいに自分でせこせこオーバーホールしたという、なかなか思い出深いというか大変だったんですか。お時間が相当かかったんじゃないですか。そうですね、普段働いてますんで、ね、土日を、まあ、何十回か潰してやったって感じですね、はい、それはご苦労されましたね特に大変だったところって何かございますか。そうですね、大変だったのはエンジン周りが意外と大丈夫だったんですけど、やっぱシリンダーとかあの辺がもともと構造がちょっとよく分かんなかったんで、うん、手探りでいろいろやって、最後針の穴みたいなところが詰まってるのがこううまく切れできたら動いたんですけど、そこを発見するまで大変でした、ね、そうですか、はい、どこか工場にお預けしたとかではないんですね。あ、もう全然自分でご自身で。あ、これは素晴らしいですね。パーツなんかはどうされました。パーツはですね、部分的にやっぱりダメなやつは、長野になんかキャロルを扱っているお店の方がいらっしゃいまして、ここで相談して郵送で送ってもらったりして。ああ、そうですか、はい、それはそれはどうですか、走ってみて。走ってみて、そうですね、まあ最大頑張って80キロぐらいなんであとはもう皆さんに迷惑かけないように60キロぐらいで走ってる。ああ、いや、60キロ出れば制限速度ですから大丈夫ですよね。そうですね高速なんかお乗りになってないんですか。いや、もう高速は怖くて乗れないですね。せいぜいバイパスぐらいですか。そうですか、はい、イベントなんかにお出になっていらっしゃるんですか。いや、全然もう近所なんでたまたま今日、ああ、そうですか。
塗装なんかいかがですか、直されたんですか。全部綺麗ですけど。いや全くそのまんまですね。なんかこの辺はマジックでちょっと塗ったりしたぐらいで。ああ、そうなんですか。全くそのまんまですね。ああ、じゃあもうあの手に入れたおじいちゃんが買われた時から変わってないということですか。変わってないと思いますね。上とかは少し焦ってますけど、まあ、なんか何入ってたの多分。あ、埃でカバーされてたんじゃないですか。ちょっとエンジン拝見しましょうか。いいですか。よくしょ、うん、エンジンはこんな感じ。おー、4気筒なんですよね。4気筒なんですね。4気筒なんですよね。 360cc の。おー、これが 90cc だからヤクルトみたいな。ヤクルト1本、はい、これはキャブで、うん、まあ、駅前にちょっと見えないですけど、うん、これはジレーターで、うん、これがジャッキなんですよね、うん、でこれ本当は大気開放なんですけど、まあ、自分でちょっとこれくっつけたって感じですか、うんうん、意外と壊れないですね、うん、これ全然あれですよね、修理っていうかあのなんかあの部品を大きく変えたとかっていうのはないんですか。そうですね、バラして、はい、ね、もう一回洗ってつけたぐらいの話で、最初にお尋ねしなかったですけど何年式ですかこれ。1967年。67年。67年ですか、はい、67年から手を加えてこのねあれするのはオーナーさんが手を加えたぐらいで、加えようがないっていうのが、うん、加えても何も変わらないっていう。ああ、素晴らしいですね。でもこれ当時のタイヤですね、多分。当時のタイヤ一回も使ってない。一回も使ってない。貴重品も貴重品。結構ホイールもなんか面白くて、ここでこう止めんですよね。ああ、はい、普通センターで止めるじゃないですか。なんかこう円盤みたいな、でっかいドラムの、あの縁にこうつけるような感じです。あ、なるほど、はい、あ、そういう風になってるんだ。いやーすごいな。結構改造するの好きな人はこれをもう一本買ってきて、これなんかこうなんていうんですか、ここのオフセットがこう裏側が太いんですよ、なんでもう一個太いのくっつけると幅広タイヤにできるっていう、なんか凝ってる方はそういうことやってますね。非力なのにそれやっても大変なことになりますもんね、うん、あとこれを逆さにつけちゃうとか。あ昔ホンダの N360 でやってた人いますもんね。あ、そうですか、あ、やっぱいかがでしたでしょうか。ここに参加されるときは86だそうですが、今回は初めてキャロルで参加したとのことでした。おじいさんの残した遺産を大切に保存するという姿勢に心を惹かれました。どうも高木さんありがとうございました。はい、それではね、2月15日の、ノスタジカ TV と案の方すべて終了いたしました。それではね、好評の大変好評な、富士天竜さんのエンディングでお別れいたします。それでは皆さん、また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。